皆さんこんにちは、小坂です。実況のために購入したメガネをつけてやってまいります。このテスト001を遊んでいこうと思います。誰か、あ、3人来てる。アクションが苦手な小坂がどれほどマリオに挑戦できるかということで購入しました、このスーパーマリオメーカー2。どうなっていくんでしょうか。トイチが登っていく、トイチが登っていく、トイチ。さあ、デイさんが作ってくれた私のためのコース、これで、よいしょよいしょよいしょ、もっと飛べるでしょ。私もっと飛べるはず、私はもっと飛べるはず。こっから、私はもっと飛べた。オッケー、いける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 。え、そしてそしてどうすんの、デイさん、こっからどうすんですか。はい、ポッポ。めっちゃクリボーいる。こうやって持つのどうやってやるんだっけ。うわ、やべやば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 、はい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 、はい、そしたらクリボーがめっちゃ落ちてきますけど、え、どうすんのこのクリボーたち、落ちるまで待つの。フラワーって乗ってる間は大丈夫だよね。怖い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 、これあそこどうやってクリアすんの。あ、ちょちょちょ、死ぬ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 。こうでしょこうでしょこうでしょ、こう行くでしょ。完璧でしょ、完璧じゃないですか。完璧でしょ今の。へえ、でしょ。これってでもここは抜けないといけないんだよね。ちょっと待って、これ下どうなってたっけ。あ、いけるのか。あ、壊さなくていいんだ。じゃあさっきのとこ、え、ちょっと待って、めっちゃいるじゃんクリボー。はい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 、いけてんじゃない、いけてんじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー、はい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 。え、こっからどうすんの。え、ベイさん、これこっからどうすんですか。落ちて大丈夫なんでしょうか。え下のブロックに乗れと申している。この後にこの下には、え、ベイさんのことだからきっと雲で矢印、目印とかつけてくれているはず。あー、こっちに行けばいいんだな。はい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 、これってさ、こんなとこでさ、なんか頑張んないでもここでも落ちればいいんじゃない、もしかして。おう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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。お、いいっすね、いいんじゃないですか。私のこれ、この後は届くのこれ、踏まないといけないんじゃ。なんかさっきノコノコ落ちてきてたよね。ノコノコ落ちてきてませんでした。下に何かあったっけ。ジャンプすると何か出てくるとか。あれ、ちょっと待って、クリーンに落ちましたけど、え、ここどうやっていくの。はい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 、あれ入れる引っ掛けかい。うそー、めっちゃダッシュして飛べばいいのこれ。ちょっと待って、落ちきりました。ギリギリで踏み込む、本当にギリギリ。この辺とかから、どうよ、ダメなの。さて、じゃあこの動画は問題提起編にしようと思います。これは上から行くのが正解でしょうか、それとも下から行くのが正解でしょうか、あるいは他のやり方があるかもしれないんですけれども、さあどれが正解でしょうか。コースの方にね、コメントいただいてもいいですし、 YouTube の方にコメントいただいても構いません。どんな風に行くのか、ぜひぜひ小坂に教えてやってください。あるいはクリアして、へへんだ、いけたぜ小坂って言っていただいても OK でございます。ではまた次のスーパーマリオメーカー2でお会いいたしましょう。小坂でした。じゃあね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。